今動き出そうというところ、どういった対決になるか。まずは川端先行という形の中で、田中誠美がどれだけこのモンスターマシンついていくことができるかどうか。ずっと行く川端、それに対して田中誠美、いいところ、田中誠美距離的には悪くない、悪くない、2セク取っている、手がいった。しかしこのうわー、もう池になった状態の、ここ抜けていくか。さあどうでしょう、ギリギリ差し込む、捉えた捉えた捉えた、さあ捉えすぎた捉えすぎた、これはちょっと行き場がなくなった。田中誠美2本目ということになります。今動き出しました田中誠美先行です。今度は田中誠美、後ろから川端雅人。さあ田中誠美、川端雅人はまずもう大きなポイント差があるのと、さあ寄っていけるか。ここはまずザブーンと2セク、だいぶ水が溜まっているところを通過。やはり田中誠美早い、田中誠美早い、いい走り、追いつけないですね。もう全く全くここは追いつけない。これはもしかしたら川端雅人ということになります。さあいよいよベスト16、1組目からのスタートということになります。絶好調田中誠美、対するはギリギリ畑中慎吾。最後からタイヤは同じく2台とも最後を履いたこの車での対決になりますが、降りてまいります。青山新田中誠美、後ろから畑中、どっとかと田中誠美、さあ先行、それに対して後追い、ここは入った入った入った、ここはちょっと近いところは取れている。3節から4節にかけて今フィニッシュ、はい、後から田中誠美、 S15 青いマシン、両者ともにタイヤはサイレンタイヤ、はい、まずは1ポイント差しかないだけに、これは畑中、これどうしても得点取らなきゃならないですね。そういうことですよね、はい、先行でのその走り、これは離れてる、大きな戻り、これはダメだ、何か置いてかれた、田中誠美の痛いミス、これはラッキー畑中慎吾となります。ベスト8進出畑中慎吾です。22、木口健二か、今スタートしていきました。青いマシン田中誠美が前、ピンクのマシンに乗れる木口健二、後追い、さあまずはこのエアピンの周り、降りてくる降りてくる、ここはまだ離されてはいないぞ。さあ田中誠美が来る、木口が来る、田中誠美が取ってくる、木口どんな、ずーっと取ってきたところ、田中誠美、そして木口が寄りたい寄りたい、ちょっと寄ったちょっと寄った、さあ3、4でちょっと寄った、わずかに寄ったという、はい、ただ常に角度のマシンローレル、木口健二が前、後ろから青いマシン田中誠美、田中誠美が後追い、どういった走りを見せるかどうか。木口が逃げたい、そしてそれを追いかけたい、田中誠美が今降りてくる、もう近いよ、あ近いところにいる、さあ見ながら田中誠美どこで入ってくるか。まずは飛び出し、木口ちょっとマシン気味、そして田中誠美が捕まえる、田中誠美がいいところに入っていくか、さあ寄っていく寄っていく、取れている取れている、さあこれは勝負ありでしょう、はい、ノリノリ小足を止めるのは田中誠美なるかどうか。いやしかし何か起きないとそう簡単には止められない。まずは小足まともに、そして後ろから追いマシン田中誠美、食いついていきたいところ、食らいついている、さあ飛び出し、うわものすごいスピード、田中誠美いいところ入ってる、いやは田中誠美が前、後ろから小橋正則、圧倒的なリード小橋正則で、さあここはやっと様子を見ていくということになるでしょう、はい、青いマシン田中誠美が行きます。そしてその後ろからレノンカーチームデボレッジ、いやー小橋が入る、小橋がこれでも捕まえる、これでも捕まえる、入る小橋が取る、小橋後追い取ってく、小橋が取った、立派ですよ、はい、これ4連覇になりますよ、ね、木口健二先行、後追い木口健二、完走5位の走りしっかりと見せつけましたが、はい、もう一度できるかどうか。青いマシン田中誠美が来る、そして後ろから赤いマシン
この木口のローレル、今度はもう少しは近いか。さあ、同じように綺麗にいった。さあ、遠い、ちょっとこの辺りだいぶ、あれ来た、今動き出した。後ろのマシン、青いマシンがどれだけ前のマシン、ローレルに近づけるかどうか。うわー、近いね。おー、さあどうだ、よかった、入った。いやー、田中誠美見せた。なんとかずっと近づいた。10いったね、すげえ。もうドスエラーで怒ったんですね。もう怒ってましたよ。ナンバー2、田中誠美。さあ、いよいよベスト8、2組目の対戦ということになります。松井幸雄、青いマシンが先行、後ろから青い S1 号、田中誠美。どんな対決になるのか、今スタートしていく。さあ、まずはフォーローター、アレクセウン、松井幸雄、後ろから田中誠美、近いところ、田中誠美近いところ、スーッと入っている、ここも入っている、取っている、いいところ、入った、出た、出た、出た。これは田中誠美やっちゃった。これは田中誠美やっちゃった。持ってどういった後を見せるか。何も大きなトラブルがなければ、これは決まるんですが、まだ分かりません。田中、おー、近いところ、いや、これは寄ってった。これは戦っていくというだけではない。そして何かおかしいのは田中誠美だ。田中誠美の方のエンジンが不調。いや、ここは大きな差がつきました。さあ、2組目の対戦ということになります。意外にこの両者初というシリーズの中での戦い。で、ね、田中誠美が先行、後追い宇都宮明則。まずはどんな戦いになってくるか。両者ともにもうイケイケ状態。まずは、まずは追いマシン、田中誠美が振る。そしてそれに対してスーッと宇都宮が止めるか。さあどうだ、近いところにも寄る、近いところに寄る。さあ、ここから、ここからどうだ、寄っていけるか。完全に入ったとは言えない。最後もう、どうだどうだ、完全には寄れていないか。若干エンジン音が高鳴って、さあスタートしていく。ずーっと動き出した。まずは宇都宮明則、そして後ろから、後ろから田中誠美が近いところ、近いところ入った。さあ、これはいい位置だ、これはいい位置だ。さあ、宇都宮も、いや、宇都宮も危ないね。ゾウ外したか、外したか。そして常に近い位置、常に近い位置。あー、まっすぐ D G、 まっすぐ、やばい、これはバレた。なるほど、もうドスで十分出てましたね。元には引かれてなかったんですね。さあ、続いてまいります、松井幸雄。さあ、4組目、過去の対戦では松井幸雄が1回勝っているというところではありますが、そしてここ筑波が本当に得意な RX7 と松井幸雄。あっと、とっとっと、いや、フライングはないですかね。行かなきゃいけないですからね。どうしたの。いや、分かりません、なぜスタートを切れなかったのか。そして今、田中誠美選手は普通にスタートしていきました。そしてその後、一回やめた松井選手がスタートをし直して、だいぶ離れた状態で、これおそらくもうね、ドスの得点で行くしかないんですね。あと NGC は取られますよね。いや、これ取られます、もちろん取られます。今ね、はい、フライングっていうのは止まっちゃいけないんですよ。だ、行くなら行って、フライングは取られるだけなんです、限定は。後から限定で、ね、でも松井選手は多分それを得るには、こうなりますと、もう先行ではどうしようもないですからね。思いっきり行くしかないですね。それに対して田中誠美選手が大きなミスがなければということになりますが、さあ、とにかく思いっきり行く。フォローター、この松井幸雄がいい角度で飛び込んでいく。こんないい走りができる。それに対して田中誠美、まだここでは入れてはいないか、様子を見てるということなのか。いや、しかしいいスピードで降りてくる。いや、思いっきり振ってきた、この SG 速い振り返し。いや、RX7 らしいいい走りが出ているだけに、これは非常に残念。もったいないね。いや、ちょっと残念な。カーナンバー2、田中誠美。さあ、赤いマシン、北岡雄介、そしてその横に田中誠美の青い S1 号、今動き出しました。ベスト4進出をかけて、まずは北岡の先行。この北岡先行のドスがどれぐらい出るか、はい、それに対して田中誠美、当然入ってきます、当然狙ってくるはず。さあ、逃げていく、逃げにかかる、
北岡、しかしそれに対して入る。さあ田中誠美、いいところ入っている。田中誠美、これは取っていった。これはいい位置だ。綺麗な立ち上がり。1コーナーまだ近い。さあさらに S 字近いところにいる。いや、ここもやる。振り返せるか田中誠美、大丈夫だ。ここは終始田中誠美、うまい運び方をした。役北岡雄介、さあ北岡雄介、ここは9ポイント。いや、行かなきゃいけませんよ。返さなくてはならないということになりますが、もう後追いビタビタ。先ほども決めてきた。今度は田中誠美相手に狙っていきたいところだ。さあこの辺りから来るぞ。北岡が予約耐える。来た来た来た。あら、行き過ぎた。もうダメだ。北岡やりすぎた。ここは接触。そして北岡スピン。いや、田中誠美選手は大きなふらつきからなんとか戻って今走り切りました。これは勝負あり。狙ってましたからね。ものすごい入りしたんですけどね、はい、あのこれまた紙一重ですよ。本当に紙良かった、はい、これね、すごい飛び込みでしたけど、やっぱりこれ当たりますね。飛び込みすぎたですね。これは行き過ぎですね、さすがに。さすがにこれはちょっとと行き過ぎちゃったよというところで前を押してしまいました。先行の田中誠美選手が選手です。バーサスカーナンバーに田中誠美。さあまたしても S1 号 2JZ 同士の対戦ということになります。そしてバリの対サイルンの対戦という形にもなってまいります。ピンクのマシン中村直樹先行、青いマシン田中誠美が後ろから、いやー、小島リアちょっと接触があった。さあそしてずーっと今これ中村選手ですよね。スポンジは今どっちですか、ね、先行ですかね。ギリギリのところでしたが、どういうことになるかどうか。さあ近いところに入っている田中誠美。さあここから逃げる中村直樹、そして寄っていきたい田中誠美。どうだ、いや、この辺りは速いぞ。さあこれは離れる、これは中村直樹が速い。ギリギリゾーン、今フィニッシュ。さあエミスタイスタイルタイヤ S1 号田中誠美が逃げ切れるか、中村直樹が捉えることができるかどうか。いや、この辺りは田中誠美もいいぞ。いや、しかし中村直樹が来た。さあ、来たね、来たね。いや、すごい位置、見事な位置、ギリ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 当たるか当たらないか。いや、まだ来る、まだ来る。 S 字抜き差し入ってくる。さあ、エアピン、もう一度ここは寄っていきたいところ。いや、中村直樹寄りました。すごい。結構あるストリートリーガルチャンピオン同士の対戦は、後ろから田中誠美近いところ。さあ、まずは北岡がギリギリゾーン大丈夫だったか。さあ、そしてその上を置くところに青いマシンが、ちょっと危ない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 。さあ、田中誠美ちょっとまっすぐになりそうな、ギリギリのところ離れます、離れます。ここは北岡が行きます。さあ、北岡のところ田中誠美ちょっと離れてしまいました。今エアピン立ち上がって北岡、そして田中ところで、こうなると田中誠美選手ちょっとラッキー。ここはさあ田中誠美先行、後追い北岡、これ後追いがいいですからね、はい、北岡が。さあまずはこの青いマシンを捕まえたい、青いマシンを捕まえたい。まずはこの田中誠美に対して北岡が、これ北岡が入る。いや、近いところ、北岡ここはいい捕まえだ。さあ捕まえた捕まえた。そして田中誠美逃げ切れるか。いや、 S 字北岡もう一回入る。すごいところ、これは入りすぎた。入りすぎです、はい、あの田中誠美選手はあの関係ない、自分で振らなきゃいけない、はい、もうあの引けなかったんです。引けなかったね。あれ、あ、返した後これ、返した後これね、これ返さなきゃいけないんですよ。次ここ行っちゃったらもう、あ、これもう無理です。先行は普通に返しただけです、はい、で返せなかったんです。返したら当たりますから、うん、ビンタ食らうんですからね、はい、ですからもうあくまでもここで辻君、はい、ベスト8で揃いました。さあ、いよいよベスト4進出をかけて、斉藤大吾、田中誠美、今両者スタートして、ピンタル赤先頭、そしてブラックアウト、スタートしていく。まず
ずは GR スープラ斉藤大吾が前、後ろから大井マシン S1 号田中誠美、まずはこのスープラについていけるか、先行この斉藤大吾のスープラ、さあ斉藤大吾はいい角度で逃げていく、角度もついている、さあ降りてくる、まだここまで田中誠美入ることはできていない、ね、さあ寄れていない SG、 この切り返しも速い斉藤大吾、さあこれは少し離れた、離れてた、いやー斉藤大吾がいい、田中誠美少しも入れないことになります、さあどういうことになり、今動き出した、さあベスト4進出をかけて田中誠美が逃げたい、それに対して斉藤大吾もついている、もう近いところ、さあここから殴り出し、また斉藤大吾が寄れるか、1コーナー飛び込み、うわ来た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 、さあ近いところ捕まえた、近いところ捕まったね、さあこれは捉えた、さあ降りてくる、降りてくる SG、 逃げる田中誠美、それに対して斉藤大吾 SG 抜き差し、振り返して1アピン、これも寄って立っている、これはこれは勝負ありだ、いや決まりました、さあというところでベスト4が続く。